その矛先がなぜテレビに。いいかアシア、エミの部屋にはテレビがあるだろ。え、私ズリーじゃん。はあ、俺だってアラスダムスと一緒にテレビが見たいだろうが。ストレートな本音。別に家にいる時もそんなにテレビつけてないけど。じゃあくれ。やるか。魔王様のお気持ちは分かりました。じゃあ。しかし受信料の問題もあるしな。ではこうしてはいかがでしょう。我々には予算という壁が立ちはだかっています。なのでここは一つ市場調査に乗り出してみては。市場調査。まず不動産屋に赴き、テレビの契約がどういう形になっているのか確かめます。もし別途受信料を払わなければならないなら、この話はなしです。うちのマンションは家賃にそういうの全部込みだけど。余計なことを言うなエミリア。私は本心では買いたくないんだ。ぶっちゃけすぎじゃありません。ズバリ聞くぞアシア、仮に受信料の件がクリアできたとして、値段がいくらならいいんだ。見えました。お臨時バイトの我々3人分の収入から考えて、一人頭5000円で1万5000円、妥協して2万円といったところです。それ以上は出せません。え、何？僕もお金出すの？当然だ。海と山とでの稼ぎは本来なら貴様が今まで使い込んだ分の補填に当てたっていいんだぞ。2万円と言ったかアシア。お前よ、一つ忘れちゃいないか。な、何をですか。あの冷蔵庫どこで買った。洗濯機は。あれは確か新宿西口の淀川橋カメラで。ようやく気づいたようだな。これは操作ポイントだ。しかも俺が買った時は全品 10% 還元セールの真っただ中だったんだよ。なんですって。2万円余裕だね。ポイントを足せばこっちは最大で2万6239円まで上限を上げられるんだ。バカな。作詞作に溺れるとはこのことだなアシア。ごめん、これは恥ずかしい。魔王さん、テレビ欲しかったんですね。